越しを今まで10年で10回っていう、まあ、本当に引っ越しのプロですインド行って人生変わったとか言うじゃないですかその1回の旅行よりも住んでる場所変えた方がよっぽど人生変わるんです。人生の難易度が上がっていくんですよ。その上に行けば行くほど見えるものが変わってくるんですよね。はい、こんにちは、内見ボーイズです。さあ、見慣れない女性が隣にいます、はい、こんにちは。じゃあ自己紹介をお願いします。はい、マッチングアプリのプロ、そして引っ越し芸人として活動させていただいております、テージダッシュです。はじめまして、皆さんよろしくお願いしますよろしくお願いします。 お願いします。いや、なんと彼女は引っ越しを今まで10年で10回っていうとんでもない回数してる、まあ、本当に引っ越しのプロです僕より多いですもん。僕7回なんで。7回、まあ、それでも少なくはないですけど。そうですよね、私が気が狂ってるんでちょっといやでも今日はその10回の引っ越しの理由に迫りたいなと思ってます。はい、まあ、なんかそれが例えば10年でずっと同じとこ住んでますみたいな人いるじゃないですか。え、いるんですかその人。いや、いるよいる。まあもちろん戸建て買ってとかっていうのは一旦置いといて、新卒から5年間住んでますとか、はい、10年間住んでますみたいな人は全然いるので、それと、まあ、この10回の人と対局ですね。そう、対局じゃないですか、はい、か何が違うのかなと思って、そこをちょっと根掘り葉掘り伺いたいと思っております、はい、本邦初公開です。引っ越しとかってどういう発信をしてたりするんですか？まあ、メインは恋愛系なんですけど、はい、引っ越しをちょっとあまりにもしすぎてあのツイッター今フォロワー約6万人ぐらい。そんないるんだ。 TikTok も6万人ぐらいと、インスタ1万人ちょっとぐらいいらっしゃるんですけど、はいはいはい、引っ越しのネタを、まあ、投稿したら割と反応が多かったので、はい、引っ越しネタをちょっと深めていたっていう流れになって、メインは私はあの購入はしたことないので、うんうん、賃貸の特に女性の一人暮らし、うん、あとはあの数年前から同棲し始めて、ね、すごい結婚もしたので同棲に関することとかも発信させていただいております。お、でもバズってるのもすごいよね。いやでもみんな興味があることなんで、まあまあ共通項ですからね、はい、住まいっていうのは。でもどういう内容がバズるんですか？治安の話とか。あ、なるほどね。治安の見極め方っていうのもあれですし、はいはい、あとは、まあ、年収いくらだったら家賃これぐらいの相場感を私なりにまとめたりとか、うんうん、そんなことやってるの？あ、はい、あとは内見する時のチェックポイントとか、あとは私だったらこういう部屋は住まないみたいなことを書いたりとか。ああ、なるほどね。あとおすすめの引っ越し業者さんとか。あ、そんなことやってんの本当に引っ越し芸人だ。やってます。私が引っ越しするタイミングで引っ越しのネタが わーってなって、それただ載せてるっていう。あ、違う違う、シーズナブルなんだあ、そうです。じゃあ早速ちょっと聞いていきたいんですけど、はいはい、じゃあまず10回の簡単な遍歴聞いていいのかな、これは。遍歴、あ、ざっくりで。今はちょっと伏せとくとして。そうですね、ざっくり、超ざっくりで、まず1回目は大学生の一人暮らしスタート、うんうんうん、でこの時は、まあ、親のお金で住んでいたので、はい、4年間住みました。あ、まあでもそうっすよね、はい、これはもうしょうがない4年というかね、はいはいはい、親のお金で。でその後社会人1年目から3年目までの間にウィークリーを移り住んだりとかっていうのを含めてだったんですよ。あ、なるほど。ウィークリーいたんだ。とか寮にいたりとか、はいはい、そこの辺で 4,5 回ですね、ざっくり。ウィークリーからウィークリーとか、ウィークリーからまた寮に戻ってとか、なんかいろいろあったんですよ。なるほどね。でその後一人暮らしは中井っていうエリアに住んでました。新宿区の、はいはいはい、1年ぐらいかなさすがで、転職したのでこの後千駄ヶ谷に住みました。あ、結構急にいいところに。次の会社のオフィスに歩いていけるっていうので、社長にちょっと予算オーバーだったんですけど、私はここ歩いていけるんで交通費いらないですと、だからもうちょっと予算を上げてくれという、あの社宅貸してたんで。転職がうまいはい、それが25歳の時です、ね、なるほど。そこはすごく気に入って3年間住んだんです、はいはいはい、その後表参道に引っ越しをして、おお、またいいとこに。でそしてその後2人暮らしを始めて、はい、で最近また引っ越しをしたりとか、ざっくりそんな感じですかね。トントン拍子で買ってるね、はい、じゃあズバリの質問をしてもいいですか、はい、あ、はい、なんで毎回そんな引っ越してるんですか？これは私よく聞かれるんですけど、はいはい、私の基本性格というかベースとして人生をより向上させていきたいっていうのがすごいあって、おー、いいですね。やばい、なんか変な情報商材みたいななんか今自分で喋りながらっていうのがあって、
て、はいはいはい、なんで仕事も転職もしていますし独立もしてってなったら、うんうん、当たり前にその年収が上がっていったりとか、うんうん、住む場所も基本私歩いて通いたい派だったんで歩いて通うか電車でもなるべく短く、うん、通勤には時間をかけたくない、はい、そうです、はい、だったので必然的に引っ越し回数が増えた。でもなんでその人生をより良くしていきたい、はい、イコール家を買えるの。あでもなんかみんなよくインド行って人生変わったとか言うじゃないですかその一回の旅行よりも住んでる場所変えた方がよっぽど人生変わるんですよ。それはね、はい、うちの思想的にもめちゃくちゃ思想ね、思想があるんですね。賛成ですね。あよかった。だってそのね、はい、1回の旅行はじゃあ、うん、分かんない、長くても10日間だったしも、はいはい、毎日の積み上げって365なわけだから、うん、そっちの方がでかいよねっていうのはめっちゃ分かる。実際気持ち的にも変わりません、はい、引っ越しをすると家具を変えたりとか、うんうんうん、気持ち的にもだいぶ変わりますし、うん、なんかよくみんなもっと人生良くしたいとか、うん、恋人欲しいとか、はい、私のホラさんの場合はあると思うんですけど、はいはい、実家暮らしだったら一人暮らし始めるとか、はいはいはい、すごい意味わかんないとか住んでたから都心部もうちょっと来てみるってやったらフットワークも変わるし、うんうんうん、あと私効率命の女なんで、はい、常に効率を求めていたいって感じ。なるほどね。なので仕事とか、はい、そのプライベートで行きたい場所の近くに住む。そうなると時間的に節約できる。時間の意識が高いんだ。高いです、その効率っていうのは、はい、いやでもその1日の積み上げの意識っていうのは結構ない人がすごい多くて、だから俺も本当にじゃあ毎日プラス1、はい、上機嫌で過ごせると、うんうん、0.5 我慢するのって、はい、めっちゃ変わるよっていうのは最近よく言って、それはすごい分かるんだよね。でみんなとはいえ、はい、それが家に紐づいてないっていうのが現状なんじゃないかなって思うから、結構その考えは布教してほしいというか、例えばですけど、はい、ずっとお気に入りのところにゴリゴリ住んでる男性と、はい、いやもうすぐ変えちゃうんですよねっていう人、どっちがいいですか。難しいんですけど、まあ、私は結構引っ越しをするタイプなのでどちらかというと相手が耐えられるかどうか、それに耐久度は耐久でもそれって柔軟性があるってことなんですよ。とか問題解決能力が高いとも言える場合がある。なるほどね。普通って現状維持をしたくなる生き物なはずなの で、はい、確かに新しいところに行くっていうのは好き反応を示してもおかしくはない、はい、生活を変えてもちゃんと生活を送っていける。だから2人で一緒に住んだりとか、はい、将来結婚したり子供ができても、例えばじゃあ1年スパンで引っ越しとかしたら全然平気ですよね、はいはい、私も明日引っ越せって言われても全然平気ですよねいやもうすぐ荷具作り、まあまあ極論できるよね、はい、対応できますすぐに。じゃあ結構引っ越してる人の方がもしかしたらチャレンジングかもしれないし、あそうです、ね、適応能力高いかもしれないし、はい、柔軟性があるかもしれない、はい、っていうのは確かにあるかもね、はい、あとは転職してめっちゃ年収上がったんだよねとか、うんうん、新卒の時はこれぐらいだったけど今はこれぐらい稼いでると言ってたのに、えなんで引っ越さないで同じ家住んでるんだろうとかっていうのは、えこいつ嘘ついてるのかなとか思えるわけです。もう逆にそこ行っちゃうんだ嘘ついてる顔になっちゃうの嘘ついてないかなとか、えどういうことなんだろう、持ってないかなとか、うん、この年収でなんでこの家に住んでるんだろうとか、このエリアに住んでるんだろうとかっていう観察眼を磨くって意味でも、いろんなところに住めばそのエリアごとのいろいろなことが分かってきますし、出会える人も変わってくるので、すごいね、引っ越すだけでやっぱ情報量がね違ってくる。変わりますよそれは。じゃあもう一個聞きたいのが、はい、その引っ越しさんに気をつけていることというか、はい、要は毎回多分違うというか、なんかあると思うんだけど、はい、どういうのがあるの。気をつけていることといえば、まあ、まずは今の家よりいいかどうか。おお、なるほど、まあ、引っ越す理由、強烈な理由ですよね。いいっていうのは何の観点、はい、まあ費用対効果も考えますし、なんかここもうちょっと住んでみてこう良かったらいいのになっていうのを解決してるかどうかって感じですかね、うんうん、これ多分そうだと思うんだけど、はい、そのパフォーマンスっていうのは、はい、自分とその部屋との、まあ、相性も含めてね。あ、そうです、はい、あ、なるほどね。あとはやっぱ仕事を頑張ろうって思えるかどうか、これ大事よね。あと帰ってきたくなるかどうか、はい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 、これはちょっと住んでみないと分かんないんですけどね。その帰ってきたくなるかどうかはちょっと住んでから変わることがあって、
はい、ただ入った瞬間にわあちょっと仕事頑張れるっていうのは初めて行った時に分かります。内見で。おー、なるほど。これが覆ることはあんまりないです、私の場合は。 なんでそこはすごい重要なポイントにしてますね。うん、なるほど、はい、じゃあちゃんと毎回引っ越しのたびに、はい、じゃあ今の私はどういう位置にいてこうなりたいからとかこういうふうに生活したいからレベルを上げてこうしよう。そうですね、こうなりたいっていうのはちょっと私あんまり常にないんですけど、あのよりよくよりよくよりよくじゃああれなんだ、今のさ生活をさ、はい、ある程度要は数値化じゃないけどさ、はい、点数をつけられてる状態。あ、いや今は100なんですよ常に。おお、100になるように生きてるんで。ただ、行けたら120になって、それが私にとっての100になるみたいな。ちょっと分かりますか？100から、じゃあ120目指して、もうそれが済んだら100になって。人生の難易度が上がっていくんですよ。その満点項目の中身が変わってくる。キラキラキラーンって言うの出てそう。ちょっと抽象的な話なんで分かりにくいと思うんですけど、はいはい、上に行けば行くほど見えるものが変わってくるんですよね。間違いないですね、それは。例えば、少し前だったら、あ、なんかこういうタワマンに住めたらすごいとか、うんうんうん、あとはわあ高級車乗ってみたいとか思っても、うんうん、それがいざ届くってなると今度あクルーザーってこれぐらいなんだとか、なんか要はその当たり前のレベルがバンって上がって、そうなんですよ、見える世界も変わるってことですね、はい、これがまあ目線ですよね、はい、別荘買うってなったらこれぐらいキャッシュでいるのかとか、なんかその視座が上がるとまた自分の中でその100点の内容というか変わってくる、うんうん、けど今は一生懸命生きてるので、うんうん、この項目をもっと豊かにするというか、うん、なるほど。ためにそのステージを上げるためにちょっと部屋をどんどんこうグレードアップさせる。じゃあまあ結論というか、はい、いろんな人いると思うけど、はい、じゃあより良い生活をしたいとかいう人は、はい、じゃあ常にそれをグレードアップさせることを、うん、まあ、自分の収入の中で最大限グレードアップさせるみたいに考えるといいっていうことなのかな、はいはい。そうですね、まあ、どこまで家にお金をかけるかは人それぞれだとは思うんですけども、うんうん、まあ、よくお笑い芸人さんとかって人気が出てきたら先に家賃上げるって言うじゃないですか。なんか私あれを多分中学生とか高校生ぐらいの時に多分テレビで見てすごいって思ったんですよ、うん、あ、なるほどねすごいって思って、で私もこうなりたいと思ってそれを結構意識しているので、はい、そういう意味で言うと上がってから行くよりも先に行けみたいな。あ、でも私はちょっとオーバーラップ目でね。いや、そんなことしてないですけど実際問題結構堅実派なんで。なるほどね。あの、でもそういうぐらいでちょうどいいんじゃないかなって思いますよ。でもレベルアップしていく経営者の方って、はい、適宜ちゃんと変えていってるイメージは確かに俺もある。なあ、で、なんか良くないのは、うんうん、ただただ調子乗っちゃって家で上げちゃってっていうのはちょっと失敗パターンになりやすい。一気に上げるのは良くないですね。そうです、まあ段階を持って。そうですね、10以上一気に上げると結構はやってんなと思いますけどね。あ、俺、あ、10ぐらい上げたわけあ、まあ、だからでもギリギリないんだなと思って。ちょっと結構攻めてますね、それは。うん、同じ意見ですね。あ、よかった。すごい向上心がある人は、うん、手っ取り早いと思います。まあ、確かに手っ取り早い。転職もいいですけど、まあ、セットで転職もしてそれ伴って家も買えちゃうっていうのは、うん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 、かなりいいんじゃないかなと思いますね。まあ、確かにカラッと全部が変わるからね、はい、あんまりその人生を変えたくない、おとなしく生きたいんだっていう人はまあね、そんな頑張らなくてもいいかもしれないけど、でも現状維持はもう下降ですから、それもなんでちょい頑張るぐらいじゃないとだ、あの、ダメなんで、ちょい今より頑張るっていう意味でね、適度に引っ越しを入れてもらえたら、はい、でも変わると思いますけどね、本当にね。まあ、これちょっと数値化しづらいから非常に難しい話なんですけど、感覚としてはあるよね。あります、うん、非常に。ぜひ皆さん参考までに、あ、はい、はい、ぜひ考えてみていただけると幸いです、はい、質問があったらね、はい、あ、質問があったらね、私引っ越し芸人に聞いても、はい、インスタの方で質問毎日ストーリーで受付してるんで、はい、あとですね、定時ダッシュちゃんの婚活パーティーとかもね。あ、婚活というか普通のパーティーなんです。婚活、すいませんでした審査制の要は質のいいパーティーですよね、はいはい、ありがとうございます、はい、とかをやっていたり、はい、あとはそもそも SNS の発信が本当に、ね、あの考えの角度が面白くて、ね、癖になっちゃうのでありがとうございます。ちょっとあの概要欄に書いておくので、ありがとうございます。見ていただけると幸いです。はい、で、内見ボーイズのチャンネルでは不動産に関する情報を発信しています。情報取って勉強していきたいという方はぜひ YouTube の方見ていただけると幸いです。ご依頼の方は公式 LINE から受け止まっておりますので、ぜひそれも概要欄からお願いします。それではまた次の動画も見ていただけると幸いです。それではレッツ内見